ましょうか。そんな大きい声で言わないでしょいや、わかんないですよ、すごい大きい声だ。フェルメイでバスケットボールのトレーニング動画などを載せています。おお、ここはデビン・ギリガンです。あ、奪いましたすごい奪い方でしたね。そうです、すごいっていうのは聞いてたので、ええ、なるほど、すごいなって感じです。はい、このゴールにまっしぐらに進んでいく姿がいいですよね。はい、上手。そうですね。アイリスは愛知県豊橋市のチームなので、本日地元での開催というような。そうですね、はい、はい、そうなんですよ。実はアイリスパートナーズ愛知エグゼはこの後レオブラックス高いエグゼと96センチ100キロ全然分かってないと思いますよまあちょっと英語を使っているような感じがします。なのか日本語をちょっと喋ってるのか、ですよね。どうする。おお、すごい見せま…デビン・ギリガン、おお、無事ね。2ポイント決まりました。最後綺麗に決まる。潰したいっていう思いはすごく強くあると思うんですよ。さあゲームスタートしました。黒のユニフォームがレオブラックス佐賀エグゼ、白のユニフォームがサイモンエグゼです。いやマジでうまい、この本当にうまいですねデビン・ギリガン選手。そうですね、はい、おー、お、僕の経験上それがいい方向に働くことは一回もなかったので経験済み。しかし2ポイント決めました。デビン・ギリガンタイミングが決めて14対12、2点差。ここでサイモン13点。このインサイドアウトマジやっか。デビン・ギリガン強いデビン・ギリガン、わお、マイケル・フィリップスで、おお、三枝選手先制点。いやー、こちらも負けてません。さあ小口、早い、早い、うん、早いですね。強い。そして対6です。デビン・ギリガン、おお、お、わー、引かげ。ここはギリガンのブロック。ギリガン、
わー三重だ。いいっすね。うん、決めたかった。ギリガン。ギリガン。おお、強い。なんかもう関係ないですもんね。人がいようがいまいが。そうですね。また奪った。最後はパスで。ということで 3x3。熱くなってますね、お互いに。おー、うん、2ポイントです。これはよく決めた。そうですね、残り5秒です。ショットクロック、デビン・ギリガン1-1。でおそらくここでデビンに、はい、あのコンゴロをつけないのも、うん、多分これコンゴロがカバーに行けるんですよ。うん、でマイケル・フィリップス選手が外から2を打ってるシーンって今日まだ1回も見てないの で、 ないです、ね、外を捨ててカバーに行ける。あ、でデビンの方はそのコンゴロのカバーいいですね。お互いのチームが今までやってきたやり方だけでは通用しないので、少し何かを変えなきゃいけない。そうですね、はい、主張のキーになってくるんじゃないかなと思います。おお、フリーです。8-6、2点差。9点です。イチローの背面キャッチみたいなところで。そうだから、ここはデビン・ギリガン。おお、流れを切るのか、ゼロケット誰がやるのか。はい、ギリガン、藤根、うん、開いた。さあ、ルブラックス決めることできるか。フィリップス決めました。まあしょうがない。